言うほど佐藤輝明が一番高いか。普通にいとまさ。佐藤は人気あるからな。グッズの売り上げもあるしな。上がり幅的には一番評価されてるしええんちゃう。神ドラフトだよな。来年3人とも1億いくやん。3年で3人1億の神ドラフトやな。ゆらさどうなったんだ。500万から4700万。驚異の 840% 増や。ホクホクやん。熱々やで。いとまさはもっと評価されてよい。一番有名な佐藤がこの中で一番貢献度低い感じやからな。まあ控えめに言って神ドラフト。ドラ1だから元が高いのよ。まあ4番やしフル出場やろ。この3人の活躍すごいわ。2020年はじゃあ当たり年やったな。